皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、スレイヤー、スラッシュメタルを代表する天才ギタリスト、ジェフ・ハンネマンを紹介、解説していきます。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1964年1月31日、カリフォルニア州オークランドで生まれました。父は、第二次大戦中にノルマンディー上陸作戦に参加し、兄はベトナム戦争に従軍。退役軍人の多い家庭であったことから、戦争が、家族間の共通の話題でもありました。ハンネマン自身も、テレビで戦争映画を見たり、戦車や戦闘機のプラモデルを、兄弟と一緒に作ったりして育ちました。このことは、後の彼の創作活動に影響を及ぼしています。特に象徴的なのが、ナチスの医師である、ヨーゼフ・メンゲレによって強制収容所で行われた人体実験について書かれたエンジェル・オブ・デスです。この曲は、スレイヤーの代表曲となると同時に、その歌詞の過激さが物議を醸し出しました。1981年にケリー・キングと出会ったことがきっかけとなり、スレイヤーを結成。スレイヤーに加入する前までは、ギターを弾けなかったそうです。影響を受けたアーティストとして、レッド・チェッペリン、アイアン・メイデン、ジューダス・プリースト、ブラック・サバス、エアロスミスといったヘビメタルバンドをはじめ、ウェイステッド・ユース、マイナースレッド、デッド・ケネディーズ、ブラック・フラッグ、などのハードコア・パンクバンドにも影響を受けています。多くの曲で作曲を務め、エンジェル・オブ・デスのほか、レイ・イン・ブラッド、ウォー・アンサンブル、シーズンズ・イン・ジ・アビス、も、彼の手によるものです。リフは、自宅で、オーバーダビングやドラムマシンを用いて作っており、必要に応じて、他のメンバーの意見を参考にしていたそうです。1986年リリースのレイン・イン・ブラッドは、スレイヤーの代表作だけでなく、今でも、スラッシュメタルの最高傑作とされています。特に、ジェフとギターのケリー・キングによる交互にスイッチするツインリードスタイルは、爆発的なカオスをサウンドとして届ける、このバンド特有のスタイルともなりました。ジェフ・ハンネマンのイカれたギターソロは、いつ聴いてもほんと痺れますよね。彼の作るリフは中毒性があり、一度聴くだけで心をつかまれます。そして、2011年に右腕を毒クモに噛まれたことで壊死性筋膜炎を発症し、療養のため、一時的にバンド活動から離脱。腕をなくしかけたと伝えられていて、手術の後、昏睡状態に処されるほどの重篤状態に一時は陥っていたと言います。この病気は皮膚や筋組織が壊死していく病気で、ジェフはクモに噛まれてこの病気にかかったと言われています。皮膚の移植手術の後にジェフはリハビリに励んでいたとされていて、ギターの演奏にも取り掛かっていました。なお、ボーカルのトム・アラヤはジェフが治癒するまで新作の制作には取り掛からないと、2011年に明らかにしています。ジェフが治療に専念することになった際、バンドは、ギターの後任に、元エクソダスのゲイリー・ホルトを迎え、ツアー活動は続行。ジェフとバンドの最後のライブは、発病後の2011年4月、メタリカ、メガデス、アンスラックスと共演するビッグフォーフェスティバルで、エンジェル・オブ・デスとサウス・オブ・ヘブンの2曲で特別出演を果たしています。そして、その後、2013年5月2日、肝不全により49歳で死去。正式な死因は、アルコールに関連する肝硬変、もしくは、肝臓の反魂化によるものだということが明らかになりました。スレイヤーのメンバーは Facebook で、こう語っています。バンド仲間で兄弟とも言えるジェフ・ハンネマンが、今朝11時頃、カリフォルニア南部の自宅近くで息を引き取ったという残念なお知らせをしなければいけないことに、とてもショックを受けています。
ハンネマンは肝不全に陥ったことで地元の病院で治療を受けていました。妻のキャシーさんと兄弟のマイケル、ラリーに看取られて息を引き取りました。彼の死はとても惜しまれますと報告しています。ジェフ・ハンネマンの生前、ギターワールド誌のインタビューで、ニューアルバムの制作にジェフ・ハンネマンが関わる可能性について問われたトム・アラヤは、次のように答えています。制作に関わる可能性はないね。ジェフは、なんていうか、話し合うのが難しい人間なんだ。姿を消すと電話にも出ないし、メールの返信もない。最後には、なあ、何でもいいから返信をくれないか。生きてるかどうかだけでも知らせてくれって連絡をして、やっと返信がある感じなんだ。デイブの脱退について話し合った時でさえ、ジェフは、新しい曲を作ってるからって、みんなにメールを送ってきたんだ。実際に作曲をしてたんだけど、彼の本質は、演奏能力じゃないかな、早弾きの技術さ。俺たちの音楽では、すごく重要になってくるんだけど、あいつはうんざりしてたな。でも、俺たちは、みんな練習するように言い続けたよ。よくなるよ。難しいかもしれないけど、またできるようになるからって。俺たちは、あいつに音楽を続けるように励ましたんだ、と語っています。また、ギタリストのケリー・キングは、こう付け加えています。ジェフが負傷してから7ヶ月くらい経った頃、あいつを、すべてのツアーのリハーサルに呼んで、戻ってくるように働きかけたんだ。あいつも頑張ったけど、でも元のあいつじゃなかった。今までで一番辛いことを言わなけりゃならなかったよ。お前は、まだ戻れる状態じゃないって。あいつは、25年間、ずっと俺の相棒だったし、あいつが人生を捧げたバンドのツアーなのに、参加できないって言わなけりゃならなかったんだ。最悪だったよ。ジェフ・ハンネマンが、そのことで傷ついたかと問われると、ケリー・キングは次のように答えています。わからないね。辛いことだった。俺が言えるのは、ケイリー・ホルトがもうその時点で、長いこと俺たちと活動していて、マジで完璧に、その役割を果たしていたってことだ。ジェフにはこう言ったよ。もし、お前がステージに上がっても、観客の心をつかめなかったり、もしくは忘れられちまっていたら、それは演奏が完璧じゃないってことだ。俺は、お前の残りの人生を、そんな状態を撮られた YouTube 動画と一緒に生きてほしくないってな。今となっちゃ、くだらない考えに思えるけど、でも、本当に辛いことだったんだ。俺たちは、みんなあいつを戻そうと努力したけど、実現しなかった。もしあいつが生きていたとしても、もう一度、あのジェフ・ハンネマンに戻れていたかどうかはわからないよ、と語っています。いかに、ジェフ・ハンネマンは、スレイヤーのメンバーに愛され、実力を認められていたことがわかりますよね。ジェフ・ハンネマンの功績は、スレイヤーのみならず、唯一、無二のクレイジーなソロは、スラッシュメタルを代表するギタリストと言えるでしょう。さて、いかがでしたでしょうか。今回は、スレイヤーに、数々の名曲を残し、スラッシュメタル界、唯一、無二の天才ギタリスト、ジェフ・ハンネマンを紹介しました。次回の動画は、ジェフ・ハンネマンが残した数々の名曲が収録されているアルバムの紹介、解説をしていきたいと思います。それでは、次回の動画でお会いしましょう。